ピアフジロック TV、MC の藤田匠です。トリコの中島一休です。よろしくお願いします。お願いします。今回はゲスト会がいよいよスタートということで、はい、まあ、ピアフジロック TV っぽくなってきたわけでございます、うん、我々。始まったって感じですね、私も。もうだったらあれでしょ、うん、2ヶ月切ってるタイミング、そうですね。はい。いうことで、もうチケット押さえたぞという方、いやいや行くつもりでいますけど、うん、ラインナップ具体的にどうなってるのって調べ始めてる方もいいと思います、はい、はい。思い出しますか、うん、出た時の2ヶ月前出た時の2ヶ月前がまだ何もしてなかったしてなかったんだじゃあ今日はゲストの方にね、2ヶ月前はどんな状況なのか考えてたと思います、はいはい。今年のフジロックは7月の28日、29日、30日、苗場で開催でございます、うん。さらにフジロックが、日常が、フェスが帰ってくるぞという雰囲気にさらになると思います、はい、はい。チケットも発売中なので、詳細はチケットピアにてご確認お願いします、うん、よろしくお願いします、はい。で今回海外アクトも充実ということで、うん、はい、ぜひ皆さんチケットをお早めにゲットしないと、これかなり皆さん注目度、今年は特にね、うん、去年に比べてアップしているという話も聞いてますので、はい、チケットを押さえるの早めにゲットしてくださいね、はい、さあ、はい、じゃあいいですか、早速ですが、うん、ゲストをご紹介したいと思います。ロットバルトバロン三船さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。オープニングずっと付き合っていただきましたね、はいはい、ドキドキしながら撮りましたけど、すぐすと笑って何か面白いこと言いましたずっと甘がみし続けてね、バレバレになってるかと思いますけど、ね、はい、記念すべき第1回のそうですよ、あ、そうそう、はい、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。実は、はい、僕ラジオの方で、うん、トバルトバロンすっごい昔にお世話になってる。あ、そうなんですか。そこからするともうどん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 躍進し続けて、うん、いろんな方からその噂だったりライブに来たりって話を聞いております、はい、そんな勢いに乗っているロットバルトバロン、プロフィールちょっと改めて紹介させていただきます、はい。ロットバルトバロンはシンガーソングライター三船雅也を中心とした東京、そして今となってはベルリンも拠点を持つという、すごい、日本のインディーロックバンドです。これまでに4枚の EP、 7枚のオリジナルアルバムを発表。ファーストアルバムロットバルトバロンの氷河期は US フィラデルフィアで、セカンドアルバムアトムはカナダモントリオールにて制作、ビッグマウンテン、タイのビッグマウンテン、プレイタイムフェスティバル、モンゴルなど海外の大型フェスにも出演しています、5枚目のアルバム国際式の祝祭収録、収録のリード曲国際 IGLS はいわゆるカンジャムですね、皆さんね、情報をゲットしてると思います、テレビ朝日系カンジャム、あの番組で音楽プロデューサー蔦谷光一さんの年間1位に選ばれています。すごい。2021年には、ポカリスエット CM がきっかけとなったアイナ・ジ・エンドさんとの2人組アーティスト青によるブルーソウルズが話題になりました、うん。さらに昨年、2022年ベルリン国際映画祭でアムネスティ国際映画賞を受賞した映画マイスモールランドの劇伴音楽そして主題歌を手掛け、8月には日比谷野外大音楽堂にて夏の祭典ベアナイト3を開催、11月9日に最新作ハウルをリリースし10都市12公演全国ツアーを開催、東京ツアーファイナル公演を昭和女子大学ひとみ記念講堂にて迎えました。そして今年2023年4月16日にはシリーズ第4弾ベアナイト4再び日比谷野外大音楽堂にて開催ということ、すごい、めちゃくちゃなんか成し遂げすぎてこのまま番組終わるのかと思いました、ね、だって出てくる名前のキーワード半分ぐらいがもう海外の話ですかね、はい、半分ぐらい何言ってるか分かんないですちょっと早めに行きました、すごい、海外いっぱい行ってるじゃん、ね、行ってるだけで何もこんな言えることはないですここのね、はい、こういう回る前の収録前のちょっといろいろお話しした時の、はい、その海外話がすっごい勉強になりました。いやでも海外だけじゃないですよ、いろんなことなし、そうですよ、はい、そんな方を、はい、フジロックの大自然のもと、うん、またネタバレにはならないようにしたいんですけども、うん、ライブのフォルムとしてはこう大人数みたいなイメージがあるんですけど、はい、フジロックで大人数で見るっていうとまたスケール感が全然違いますからね、その話もちょっとね、フジロックの意気込みも含めて伺いたいと思っております、はいはい、これは楽しみですよ、うん、はい、ということで、はい、それだけじゃなくて、はい、
ロットバルトバロンは最近ジンを発売したというふうに伺ってるんです。あ、そう、この間リリースしたばっかりで、はい、あの作ったんですよ。出版物も出版手書きをいろんなことやってるんですけど、内容はジンって自由な感じですもんね、内容について。そう、自由だから、はい、どうしようかなと思って、でも中に音楽入れちゃえばいいんじゃないと思って。おお、どういうのは？ライブのその今までやったベストテイクのライブをすごいアルバムぐらい入れちゃったりとか、うん、でもあるなんか新しい曲のデモテープとか、あのファンの人に聴けるように、あらあら、出版なんだけど音楽で立体的になるようなすごい作ろうと思って。俺クマが好きなんで、いやーマグにしました、ね、かわいい。さっき考えたなんか話とか、僕写真もすごいやるんで、自分のいつ撮ってるんですか、自分で撮った写真とか、あとライブの、ね、とか、そのライブのファンのコミュニティの人たちが手伝ってくる舞台裏とか、あとうちのキーボードの西池さん、照明のプランをハンドプリント、照明さんと一緒に共有するときの、どうやってショーを作って、ひとみ記念のツアーファイナルでどうやって作っていったかとかを、すごい、こうパンなんか映画のパンフレットをもっと、うんうん、なんかこれをリリースできたら面白いなと思って、なんか CD とかレコードにとらわれないなんか音楽の新しい形を考えたら、こんなことやってます。すごい。そうか、これで結構全部知れちゃうみたいなことですよね。結構ディープし、結構ディープだし、なんか SNS にポストしてもなんか明日にみんな忘れちゃうじゃないですか。忘れないやつ作りたいなと思って。確かに、そういうことか。なんか頑張って書いてもなんか消えるなと思って虚しくなっちゃって、まあ日によって更新されてったりとかね、タイムラインに流れてったりするけれども、常にフレッシュなのは楽しいなと思ったけど、あえて本という古より伝わる方法を取ってした。手に取って見ることができるものに、そんな感じです。逆にデジタルデータを入れ込むことができるわけですもんね。そうなんですよ。だから両方ハイブリッドにできたら楽しいなと思って。音楽どういう風に聴けるんですか？普通に QR で落とせます。はい、今見せると無料ダウンロード。ダメです。そこからしてください。モザイク入れてもらわないと。これって結構、こういう感性の方もこういう表現力を持つ人が音楽のステージはどうなるんだって、もしかしたらね、ロットバルトバロンまだ生で見たことがない方がいらっしゃると思うので、うん、そこに結びつくんじゃないかなといういいヒントだと思います。そうですね、うん、なんか手触り感とか、うん、なんかそういう昔からある人間の根源にある大事なものみたいなのをなんかいつも考えながら音楽やってます。うん、表現体としてちょっとね味わっていただける、そんなステージになるんじゃないかと僕は思っております。はいはい、うん、本質が分かるというなんかほら冊子とかって何かのおまけというか、はい、何かを買うとこれも楽しめるみたいな話ですけど、これまるっとまるかパーティーが分かる変な話、オールマイティなカタログですもんね。オールマイティですね。そうそう、なんか逆ですもんね。そう本に音楽がついてるんですよね、どちらかというと。そう、なかなかいい。なるべくたくさん年内に何個かリリースで、しようと思って、まだ第一弾なんですけど。すごい、でも大変ですよ、ジン作るって。あ、そうなの。私も1回だけ作ったことあるんですけど、うん、何書いたらいいか分からなくて。マジで何とか。そっか、制約がなくてね、好きなものを表現しようと思ったら、何でもできちゃう。うん、そう、はい、そうなんですよ。だからいろいろ工夫を凝らし、絵があり、写真があり、文があり、あとちょっと何、リズグラフとかすごい、どれぐらいの時間かけて、これでもかなり急に作って、1ヶ月ぐらいで頑張ったんじゃないかな。今年動き始めてリリースしたの最近5月だから2ヶ月ぐらいですね、作業量短っ。でも真ん中に写真撮ってたし、もともとなんていうの、プランは去年からずっと作ってたから、元々要素がありましたからね。うわーって分だけ頑張りました。すごい、はい、めっちゃ写真も本当にすごい。そうなの、色味とか、うん、ね、飾りたいとか、ありがとうございます。そうなの、写真そのものの作品性が僕も感じましたし、うん、こうやって物になってるとなんか引っ越しとかするときにあんまり見てなかったけど、うわ
懐かしいみたいな感じで撮ってもう一回聴いてみようとか思ったりするのもまたいいですよね。うん、くしゃくしゃになってポッケに残ってたチケットとか、うん、なんかあこれも折れちゃったとか、なんか CD のケースがちょっと割れちゃったとかいうのもなんか音楽じゃないですか。うん、あ、ね、あれがデジタルだと全部なくなっちゃうじゃないですか。うん、なんかそれをなんか捨てるか迷う動作を一回増や人の人生に増やしたいと思って。なるほどな。捨てづらいやろうって思ってました。そうですね。SNS とかだと10年前のとか出てこないですもんね。パッとはね。そう思ってちょっと。そうか、10年前が手元の目の前のここに刺さってるんだ、でピッとね、そう取ってたらもう、へえ、そっかそっかっていうのを考えて、すごい。ちょっと次の号はページを倍にしてよ、それは倍大変じゃんと思って、今ちょっと大きな声では言えないと思っております。ご自身にね、作業を課すわけですからね、自分でということ、ド M なのかもしれない。でもやっぱ表現とアイディアが昔からいっぱいあるなって僕は思ってたんで、今でこそ360度のカメラとかね、いろんなこのビジュアルのイメージありましたけど、10年近く前ですよ、以前お会いしたの。その時にもうすでにちょっと手作りでカメラを4つ6つつけたの。こんなに大きなものをこうやって持ってきてスタジオに、ラジオのスタジオに、そうね、これで360度が撮れるんですって言って、あれ自作だったんですか？そう、カメラ、ちっちゃいあのアクションカメラを8個ぐらい、あれもついなって、誰かが有志、なんか趣味の人が 3D プリンターでその8個ユニットできるなんかスタンドを作ってて、それを合わせると、ちょうど何デジタルでこう 3D で見れるのがスマートフォンで始まったっていうんで、やってみようっつって、そういう、なんかニューヨークだったと、ビデオに詳しい友達と一緒にやってみますって。ツアーのレコーディング現場とかを全部ドキュメンタリー作って、いまだにそれはロットの YouTube アカウントで見れるんですけど、今はすげえ簡単にできる、ね、1個のね、早くありますけど、早くくれよって思いました。あれが出た時、いやだから人々がクリエイトする前にもうその感性がそれを求めちゃってるんですよ。でもそれ持ってらっしゃる、行きました、行きました、お恥ずかしい、すごい人来たと思って変なやつ来た。すごいですね。なんかでもデジタル出身のそれに詳しい人ならそうだけど、うん、音楽を何かしらで表現したいアイデアがとにかくいろんな表現にまたがってるんですよ。でそういう方が一つのステージを作り上げる時のなんか、ね、感動がすごいんですよ。音もそうだし、うん、こういう感性の方がこれからステージを繰り広げるぞというのをまず知ってほしいなと僕は思いますね。いろんなアイデアをもらえそうじゃないですか。そのうち相談されるんじゃないですか、人作るんだけどどんなアイデアがいいですかみたいな。いろんな相談が来ます。やっぱりほらほら、なんかプロデュース能力というか、もっとこうしたらいいんじゃないのみたいなの、他のアーティストに思ったりはしないですか？いやそれは全然、だってその人がやりたいのを見るのが好きなんで、もちろんなんか相談が来たら、うん、なんかそんなシーンがありますけど、僕も逆に聞きたいことあるし、あんまり人を全部ディレクションしたりしたいとは思わないです、ね。 あくまで自分がやりたいことがどんどん広がって、うん、その人を見て、ああ自分もこういうのやりたいとか、まあ、受け取ったものはたくさんありますけど、その人が素直に本当にやりたいことをなんかね、トリコのライブ見てみんなが楽しそうに演奏してるのを見ることが楽しいし、それが好きなので、なんかあんまりそこは、面白いですね。そうですね。共に音楽的にはね、あの常に対バンするようなイメージじゃないんですけど、なんかいろんな共通の話が出るんだなと思って。そうですね、確かに。ヨーロッパで活動したりライブしたりっていうのをこの2日間経験してるので、その日本標準や日本基準というよりはまさにフジフォックと一緒で、日本のアーティストもいるけど並行して海外のアーティストを普通にフラットにライブやってるのを見られるっていうのは、そういう意味ではそのアーティストもそういう感性の人が出るわけだし、海外から来るし、そういう気分になれるのもいいなと思って。普通にこんなお客さんでお目当てバンドがいるかもしれませんけど、何の隔たりもなくね、タイムラインに並んでるこう横並びの人たちが、日本、海外、スタジアム級、ライブハウス級、そういう人たちが何の分け隔てもなく
出てるっていうのが改めてやっぱすごいフェスだなと思いました。そうですね。フジロック、うん、さあということで、はい、ちょっとフジロック話もね聞かせていただきたいところでございます。ロットガルトバロンは、はい、あ、最終日の7月30日の出演が発表されてます、うん、はい、はい、そもそもフジロックとロットガルトバロンということでは関係値はどんな感じですか？関係値ですか？質問はありますあります。ですよね、はい、はい、2017年、16年だそれぐらい出ました、うん、どんなでしたか？いや、面白くて、うん、僕らがシガーロスだったんですよ。ロットのパワーは割とシガーロス好きが多いです。ですだから、ごめんなさい、シガーロス行くんでロット見れないです、ファンの人が先に宣告される。結構被ってたからしたらなんかトラブルで僕らの試合が1時間ぐらい伸びちゃって、全然間に合ったんですよ、みんな人が。すごい、そんなことあるやん。すごい、すごい奇跡のトラブルが伸びちゃったっていうのは、なんかそう、メカニカルなトラブルが僕らにあって、ステージが実際できてなくて、ずっとこうトラブルの修正にあったりとか、途中ライブの途中でちょっとアクシデントが起きて、あの電気が全部完全アコースティックライブで途中になるみたいな。だけど、まあ、ロッド割と僕もアコースティックギターだし、うん、トランペット、トロンボーンがいて、あのなんかその空間はすごく特別でした。僕らの音だけが響いてて、ね、LINE のキーボードとか出ないけど、なんかあのすごい原始的 なんかフェスティバルならではのアクシデントも含めてフェスティバルっていうか、うんうん、なんかそれがすごく特別でみんな歌ってくれたりとかして、なんか未だに覚えてますね。すごい。ドラマチックですね。楽しかったです、うん、しかもファンにとっては、はい、あの好きなアーティストが続いて見れてみたいなね、ところもついていく、はあ、台湾とか中国とかからわざわざロッド見るために来たっていうファンとロッドとかいて、すごい面白くて、そういうなんかね、すごいふっと近くなったイベントでしたね。本当にお祭りでした。すごい。確かに海外から来られるお客さんも多いですよね、フジロック。多いっす。はい。今年はまた経済的にも追い風になってるっぽいから。あ、そうなんですか。円安、円高問題があるじゃないですか。あ、そうか。そうか。そう。来る分にはすごくいいんですね。今も結構ね。うん、海外の人をいろんなところで見かけるようになりました、うん、すごい多いですね。ちょっと苗場までいかがですか？いや、すごいラグ見れますよ、うん、いや、なんか夏のバケーションの一つにしてくれたらそれはそれでいいですね。確かにね、うん、でもそうだね、うん、でも僕ドイツ住んでるじゃないですか、はい、いろんな人に話聞いて、特に今年はフジロック出るじゃないですか、うん、で最近行きつけのコーヒー屋さんに俺がどうやらミュージシャンらしいって噂が広まっていて、おお、お前フジロック出んのかみたいになった時の、やっぱこう、なんかどれだけフジロックっていうフェスティバルが日本で特別なのかみたいなのを身をもって感じるっていうか、だからフェスティバル自体にファンがいるリスペクトが、でもそのアーティストが見たいからフェスは関係ないけど行こうじゃなくて、すごいなんか神聖なっていうか、フジロックっていうものがすごい日本にとっても世界の人にとってもなんか特別な何かになってるのをすごい感じて、わー、ラインナップはぶっちゃけ二の次っていうか、あそこに出ること自体も本当にすごいなみたいに言ってくれるのすごい嬉しいですよ。し、なんか日本人であることちょっとなんか、あ、こんなフェスが広まってるんだって思うと嬉しく思いますよね。尊敬だな。すごい、ドイツにおけるフジロックの格でも日本のファンの方でも誰が出るとか分かる前からもうフジロックは行くって決めてる人結構多くないですか、うん、内容じゃなくてもうフジロックに行くことがもう楽しいというか特別な感じは日本の人たちでもありますよ、うんうんうん、不思議ですけど。だからフジロックはラインナップ発表前にあのチケットを売り始めるっていうね、第一弾発表とともにみたいな感じもね、イメージとしては持たれてる方もいると思いますけど、まじはもうフジロックを好きな人に最初にいらっしゃいますよするっていうこのチケッティングの感覚も
似てるところあるかもしれないですね。そうですね。だからすごいフェスティバル、お祭り自体のファンがいるっていうのは本当に素敵だなっていうのを向こうに住むようになって結構感じました。それをドイツで知るってすごいことですね。っていうか、すごい知れ渡ってすげえなって言われるっていう、はい、ね、海外の方もやっぱり知ってるんですね。知ってる音楽ファンの人はやっぱ、今回お前になっても本当に素晴らしいし、正直お前が羨ましいみたいな知れてかないのを最近結構言われた。確かにすごいこのラインナップですからね。海外での評価とかっていうのはね、海外の空気感っていうのは本当に僕らというか僕分からないから、その感触を知ってらっしゃるっていうリアルな話は素晴らしいですね。夏にも来てほしいですね。ねえ、楽しいですね。またラインナップも最終日が、はい、これはまた個性的だったりしますよ。個性的ですね。結構振れ幅あるんですよ、最終日。すごいな。よくよく考えるとすごいですよ。すごい面接ですね。ロットバルト・バロンで、はい、それこそ以前ね、シガーロスと同じ日だったということで両方楽しみだって方言って、強いて言うならアウスゲールかもしれないなっていうね、 あの辺りでこう気持ちよく音と声を浴びるっていうのはあるかもしれませんけれども、リゾがいますからね。姉さんいらっしゃいますから。最高ですね。リゾ見たい。もうね、US はおろか世界の R&B の女性代表みたいな、リゾがドーンといますけど、ウィーザーもいるっていうね。そうですね。確かにそうだ。男子泣き虫代表みたいにやみますから。すごいな、ミーオークルセイダーズ、ブラックミギーもいるし、ちょっとこう変化球というかね、そういう立ち位置の人もいます。だけどキャリーパミュパミュもいる。ね。混沌としてきましたよ。これ逆にどれ見るか迷うパターンのやつですね。そうっすね。はい。あとなんか見たことないやつが見れるっていう。それぞれのファンの方のそれぞれは見たことないんじゃないですか、合わせてなんとなくこう知ってるみたいな感じではなく、はい、よほど音楽好きすぎてもう何でも聴いてますみたいな人じゃないと、もうね、噛み合わないようなラインナップもありますよね。広がるんじゃないですか、自分のライブラリーが、ね、そんな気がします。たまたま聞こえてきたやつに吸い寄せられるみたいなのが、そう私は発見そうですね。ミカ特に、はい、ミフネさん自身で何か楽しみにしているアーティストとかいますか。まあでも今年は全部いろいろ見たいのたくさんありますよ。なんかストロークスとかも子供の曲のヒーローだったし、ヤーヤーヤースとかも初日、はい、中学生ぐらいとかも絶対好きだったんで、夜天文もいっぱいあるし、あとルイスコールにうちのトロンボーンの OPG が出たりします。おっと、すごい。あと、ケミシマ君のギターを弾いてる西田君っていうのも、すごい僕のなんか一緒にバンド始めた同期のギタリストで、そうなんですね、友達の一人なんです。その彼と同世代の人たちとフジロックの同じ時代に共演っていうか、いろんなステージを共演できるって、すごい僕にとってすごい嬉しくて、ネバヤンとか、ね、ユーガのユーガオイズ魔法バンドでギター弾いて、岡田君も岡田拓郎も僕のバンドでギター弾いてくれてるんですけど、彼も、ね、一緒に育ってきた3人ギタリスト3人組みたいな感じなので、なんか個人的にはすごい嬉しいですよね。そういう意味では歌ってる人だけじゃなくて、プレイヤーもきっちりこう見ていただいて、実は共通点があるって、この話はかなり他の日もワクワクしながら、そうなんです、いろんなストーリーを追いかけていただけるというフェスならではでしょうね。そうですか、そうか、仲間たちが一緒に、同年代の仲間たちがこのフェスが出てるのがすごい、僕はなんかちょっとエモいっす、個人的に。ねえ、そうなると三船さんはもう3日間で出たんですね。3日間参加決定ですね。どこかで飲んでいたら乾杯してフラフラしてると思います。まさにフジロックあるあるが今発生いたしましたよ、はい、どこかで隣で三船さん見てるみたいな。
アーティストが客席にいるフェス、そういうパターンですよ。でしかもね、それを見てるのがね、こう同期だったりだとか、うん、本当に同じ世代の頑張ってるメンバーを見にっていう意味でも、うん、エモい感じで見ていただけるんじゃないかと。そうかそうか、単純にねファンでだけじゃなくて自分の関わってる人が、そうですね、そうなんですよ、ものすごい楽しいですよね。めっちゃ嬉しいことですよ ね仲間がいっぱいジロ君出てるって。そうそうそう、忙しいですね。忙しいです見に行くのが。で自分の出る日はちょっとあれですね、タイムテーブルが気になるところですね。確かに。そっか、かぶってませんように。言ってたよね、言ってたよね、言ってました私も。出演するときは、はい、そうそう、横並びに見たい人がいちゃいけないよっていうね。はい、難しい。まあ、これわかるよね。まあね、パズルみたい。いや、上側もパズルですよこれっつって待ちます。そうですね、はい、もうそれはもう出る側の運命でございますあるあるとも言えますけど、はい、悩んでくださいいろんな側から見る側も、はい、マイタイムテーブル流れるのがね、情報流れてきて、楽しみになっている一つかと思います、はい。でも見る方法としてはどんなタイプですか。でさっきね、リキちゃん言いましたけど、はい、もうたまたま流れてくるところにこう引き寄せられるようにして発見するタイプ、はい、ちょっとお目当てでマイタイムテーブルを作って、あれとこれとこれかなみたいなことがインプットされてるタイプ、どっちですか。最近は、昔は初めて行った時とかはスケジュールを完璧に組んでて、そんなスケジュール通り行かないんだっていう絶望して人間は体が一つなんだと思って、そこからはなんか気の向くままフランフランしてますね。なんとなく、でもなんかその空気感もなんかいつも見てるライブの演奏そのものもそうなんですけど、見てるフェスティバルを楽しんでる人たちの空気とか醸し出してる何かに引き寄せられる感じがします。ほうほう、それが別にご飯屋さんでも何でもいいんですけど、なんかあ、その空間はすごい本当にこの人たちが何千人何万人の人がすごい本当に楽しそうだなって思ってるところに、なんか音楽とかけなくスーって引き寄せられるのが最近多いですね。すごい感性と感受性のお持ちでいらっしゃいますよこれは。それって結構フジロックだと特に木々の向こうからざわめきが聞こえてきたりとか、見えてないけれどもなんか今わかるなと思った一つが、ちょっとこう人々のざわめきみたいな、それは音楽じゃなくてなんか噂してたりとか、それかもう向こうの方でまだ見えてこないステージからわーっとアーティストが登場した瞬間のまだ音が鳴ってないけどお客さんが盛り上がり始めたざわつき熱みたいなのがちょっと聞こえてきたりとか感じられてきたりとか、なんかパッと降り立った時にその装飾も含めたなんか磁場みたいなのがこう空気感感じたりしますよね。確かにそういう感性を鍛える場所かもしれないです。単純にステージと名前があってね、ラインナップが書いてあってどこに行くというよりも、なんかふわっとこう自然の中に身を置いた時の研ぎ澄まされるような雰囲気。そうですね、ああいう空間の方が聞けるのって日本ってほとんどないじゃないですか、だからなんかすごいいろんな全部があんなに全身で浴びる機会もなかなかないんで、すごいいつもお客さんとしてもすごい楽しいですし、プラン出してます。本当に予想できないことが起こりますよね。もう計画しても意味ないというか、おっしゃってたように、まあ、とにかく大きいというか広いからですし、こうあここにこんなものあるんやってこうフラフラしちゃうような感じがまた楽しいですよね、それ用になんか道を作ってくれてますし、またライティングとかも綺麗なんで確かにそうなんですよ、楽しくなってきました、はいはい。今まで来たことがないけどみんななぜフジロックフジロック言うんだという方はこの一連の話の中にいろんなヒントが入ってたと思うので、はい、ぜひチケットゲットして来ていただきたいと思っております、はい。さて、はい、話したいないところはいろいろあるんですけども、はい、あの我々が前回やった、はい、トークはやっていいんですか。は
はい、1個やっていいですか。あ、じゃあぜひやっていただきましょう。このこれね、あの我々的には、はい、台本をもとに質問させていただくということで把握してるんですけど、これはね、あの何が出るか本当に分かんないので、あの実はね、これ回る前にね、苦手だという話をいや、分かんない、不意打ちが、そうですね、不意打ちが、頑張ります。ちょっと聞いたことないこととか聞いてみたいですけどね。とか、え、これは、はい、一つ、はい、一つ引いてください。あ、俺が引くんですか。はい、俺が引くやつだ。いきます。あ、ボールだ、ボールのやつだ。で、番号が出てきますんで、それに合わせた質問をイキちゃん持っております。はい、あ、俺5月生まれなんで、お、え、5、私も5月生まれです。あ、そうなんだ。はい、あ、僕も5月生まれなんで、なんでしょ、この引き寄せ。すごい。いいのが出ましたよ。やった、じゃじゃーん。今だからこそ言えるフジロック秘話。おお、今だからこそ言える、だ、言いますよ。お、スッと出てきましたね。出てきましたね。どっちのバージョンですか。どういうことですか。演奏者としてからお客さんとして。あ、どっちもんだ。いや、演奏者の話はね、すごいドラマチックな話、それですげえ面白いんですけど、はい、すごい僕があの冷や汗が出まくったっていう演奏者としては、ね、それは気になりますね。だからそのトラブルがあって、とにかく始まる前に1時間ぐらいもうディレイして遅くなっちゃった。でライブ中も電気が落ちて、実質なんか2時間3ぐらいライブ自体遅れてるんですよ。で、僕らの次のアクトがブラフマンの敏郎さんと、あとすごいもう早く回復してほしいんですけど、バーセの千葉さんがのユニットだったんですよ。で、2人がこうやって袖で怖えー、対戦たち見てるわけですよ。で、僕はすごいリスペクトしてたし、なんかすごい、あの最初のバンド組んだ時とか、本当にミッションとかのカバーとか練習したりしたから、あ、千葉さんだと思ってドキドキしてたけど、別のドキドキで2人ともこう待ってて、まあ、でも俺らのせいじゃないけど、なんだろう、この何かを感じるじゃないですかっていうのがあって、うん、やべーって思って、ライブ終わった後、いや、すいませんでしたみたいな感じでこうバックステージで言ったら、すっごい2人ともいい感じに酔っ払ってきて、うん、お腹をピクシピクシってすげえよかったみたいな感じで俺がちょっと片付けてた鉄筋かなんかを触らせて、2人で金庫を金庫鳴らすっていうあの、すごい怖かったけど安心したっていうファーストオブヒロックはそれでした。へえー、お茶目な兄貴エピソードでございました。ハッピーエンドでよかったです。ハッピーエンドよかったですね。デュクシュでよかったです。デュクシュでよかったですね。一番緊張しました。ライブオフステージが一番緊張したパターン。確かに。ライブ中には気づいたんですか、見られてるなっていうのは。あの、なんかどっかのタイミングでやべと思ったのを覚えてるけど、このタイミングでそういうのが僕なくて、威圧しに来たわけじゃないんですけどね。多分ね、普通にもう本当だったら出る時間やから、してみたら、そうそうそう、あ、やってるから見てたっていうだけだと思うんですけどまあちょっとかなり勝手に緊張してしまう面ではありますよね。はい、はい、これは1個だけでいいんですか。お時間的には結構来てますか。もうもう一個、もう一個いける、もう一個いくんですか苦手だっつってねさらに加えたからね、うん、もう一個のテストは甘やかせない番組です。何やろう、あ、1番。お、1番。おー、まあ、これは便利な聞きたいやつですね。フジロックに持参すべき私のおすすめの一品。持参すべきおすすめの一品は、はい、なんだろう。まあ、いろいろみんなね、なんていうか、あれですけど、僕、ちっちゃい椅子いつも持ってます。あ、あの、折りたためるやつでもいいし、僕、面倒くさいから首にかけて、ネックレスを、巨大なネックレスにして持ってきます。そうすると、どんな天気でも、疲れたとき座れるし、うん、なんだろう、あの、ライブ待ってるときも座れるし、うん、あ、友達来て、よくなんか、いろんな友達に会うんですけど。
絶対フジロックで連絡先も知ってるのに取り合わなくても会える人たちっていうミュージシャンたちがいて、わかるみんなで、みんな同じスタイルなんですよ。やっぱ椅子は椅子なんですね。そう、あーって会うと、なんかそこに座るとか言って最近のこうバンドの近況を聞いたりとか、そう、あのいいですね、ここまで来るとあのどうせフジロックで会えるからみたいな、そうそうそう、待ち合わせしてない、そのフジロック約束ありますよね。シネマスタッフのみんなとかノーベンバースの皆さんとかあの約束しなくても会います。確かに見たことあるなフジロックで見たことありますね。確かに必ずいるかも。ちょっと椅子はおすすめです、うんうん。あの持参物に関しての、まあ、レギュレーションというかね、ちょっとしたルールとかもあるので、なんかこう下調べにホームページのところのチェックをしていただくとより便利かもしれませんね、うん、あのセルフィースティックいいんだっけとか、あそういうのたまにね、フェスによってはそれぞれのレギュレーションがあったりしますので、椅子ももしかしたらなんかこう形状話とか、ね、あるんでちょっとチェックしていただいて、あのリストの上の方にこう、うん、折りたたみ椅子を入れておくといいと思いますよ、うん、活躍してくれますよ。ロットバルドバロン3日目ですから、ちょっとお疲れになる場合がありますからね。確かに3日目になるとね、うん、ね、ぜひぜひ椅子確かに合ってそうな絶対ないですね。そう、持ってきてよかったって絶対思うと、なんかいつも助けてもらってます、うん、ということでアドバイスいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。面白い話と、ね、役に立つ話を聞けます。そうそうそう、はい、オールマイティじゃないかっていうね、聞きました。ありがとうございます。ということで、そろそろお時間でございますが、あら、あっという間ですね。はい、ちょっとバルドバロンのライブ、はい、3日目になります。はい、7月30日楽しみにしております。はい、どんなイメージですか？フジロックとはまたちょっと違うというよりもツアーとかで楽しんでいただけるあの感じなんですか？そうですね、まあ、あのいつもやってる自分たちらしくをやると思いますけど、今回また7人編成、うん、ちょっと普通のバンドより多いですよ。そうですね、トランペット、トロンボン、キーボード、ギター、そうですね、ドラムベースと歌で、まあ、なんかね、ようやくみんなで歌えるようになったし、お客さんも少しずつリラックスして、多分今年の夏は本当に、まあ、全部が元通りってことないんだと思うんですけど、本当にみんなのなんか熱量みたいなのが帰ってきた初めての夏だと思うんで、なんかそこを本当に一緒になんか大合唱できるような、ね、あの会場に負けないような大きい演奏にしたいなって、怪獣のようなお祭りにしようと思ってますというゴジラシャツの三浦さんがおっしゃっております。そういう心意気で来てきたんです。あ、いいですね、はい、ここに伏線が回収できたっていうね最後でということで、はい、祝祭感たっぷりなロットバルドバロンのライブをフジロックでぜひでございます。はい、ということで本日のゲスト、ロットバルトバロン三船さん来ていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではまた。